でしょ、ラップは入ってますよね、歌詞に絶対。ラップ？ラップは入ってるよ、だって表記されてるかってことでしょ。そうそう、それ絶対入ってるんですね。入ってる。書いた。ちょっと待って、全然わかんないですね。あ、書いてなかった。イントロっすよね。いや、ライブとかも出てた時にその感謝感激とかも踊ってたはずなんですけど、イントロとか思い出せないですよね。へぇー、どうだったかって。いや、そこあれ表記されてんじゃない？なんかされてますよね、きっと。なんでわかんない表記してた気がするもんな。お願いします。さあ、はい、まず出してみましょう。ドン。違うか。ああ、いや、これですよ多分。こう長いですけどね。それだってもうすぐなんか始まっちゃうもんね、感謝って。確かやっぱそうっすか。うん、あれは表記されてたはず。さあ、正解はこちら。イエーイ。30秒超えだ。長いね。だ曲もちょっとゆったりしてるしね。ああ、やっぱ本人だと分かるんだ。2問目こちら。どんなだったっけな。え、ごめん、二宮くんもこれ全然わかります。いやー、むずいのが、でもね、うちは多分イエーとかオーとか表記してます。してると思うんだよね。あ、なるほど、そこで悩むんですね。そこで悩む、うん、一時期ずっとイエイエ言ってる時期とオーを言ってる時期がある。そんな時期あった。そうなんです。イエイエイ期と応募期があるから。いや、僕はそのむずいんだよね。表記されてないことを祈るってことでしょ。はい、はい、せーの、じゃん。あ、そうなんだ。あら、あら、これも表記されてるもんだということですか。このイエイエイ応募はなんか表記されてる気がする。違うんかな。自信持ってくださいよ。いや、大丈夫、俺嵐だもん。正解はこちら。イエーイ。決まってな、ゆうさん。あらららら、うんごさん、ね、やっちゃいました。これはつらっ。ここでえるわけなくないですか。だって歌ってるんですもん。僕らはやっぱね、こう、うん、じゃあ3分半でとか3分でとかじゃないですか。そうだよね。確かに本人からしたら曲尺長いのはのクイズはいけるはず、ね、そうですよね、うん、ちなみにこれはオリンピックの日テレのオリンピックのテーマソングってのがつきます。これはしっかりちゃんと作ってるはずだし、これなんか名場面とかをハイライトみたいにつなぐんだったら。トゥルースは魔王ですよね。そうですね。リーダーのドラマ、ドラマの主題歌って長いの。これむずいの。多分全曲多分4分余裕で超えてるでしょ。あ、そうなんすか。多分ね。はい、はい、出ました。せーの、じゃん。台風、風の向こうへ。そう、でもトゥルースも長い、感想長かったんだよなとかいろいろ考えたんだけど、これ、うん、なんか途中から曲速くなるんだよね、この曲。あ、転調するんですか。そうそうそう、リズムが変わっ、BPM もそもそも変わってきて、なんかどんどん速くなってきて。あ、そうだ、長いなと思った曲なんじゃない。正解は、頼む、こちら。イエーイ。全然だな。風の向こうへ3分なんだ。3分ぐらいだ。やったー。5分だ。
やっぱ生で話すんだって呼ぶの強っ強いっすよ俺今全問正解っす。ウィーキャンメイキッドトラブルメーカーカイト、これはもう直感でいった方がいいな。せーのバーン。あ、違うんだ。え、あーだよねだよね思ったんだけど、これ多分感想がなかった気がするの。え、そうなんすか。この曲はで、あ、こう下手なこと言えないよね。言えないでもいい。確かに好きなこと喋ってください。なんか紅白で歌わせてもらった時に、うん、感想中に一人一人なんかコメントを言うんだよ、うんうん、最後の、うんうん、最後の紅白の時に一人ずつ、そこで無理やりここで感想を作るみたいなことをなんかみんなで話してたぐらいなかった記憶があったの。本当はなかったんですよ。ただ確かにこれテンポが遅いから、うんうん、そもそもはそうする尺としてはあると思ったんだけど、見てみるか。いやじゃあ、やばい、ほら見るさ、俺は何した、やばくないですか。僕今のとこ全問正解っすよ。やばい、山田くんが嵐だったんだ。はい、元ジャンプの嵐っす。やば10年ぐらい飛んでるじゃん。ちょっと待って、いや、だからそうだよね、結局知りすぎてるから悩んじゃうっていうパターンだよね。考えすぎっていうことされるじゃない。そういうことだよね。オーケー、ボーナスチャンス。なんで急に救済措置みたいな。オーケーずるくないぞ。でもね、3位はマジでむずい。3位はむずいよ。1位はもちろんわかります。え、わかります。え、1位はシンプルなやつじゃん。いや、多分え、違うの。いや、俺違う可能性あると思いますよ。え、だとするともうちょっとわかんなくなる。1位、2位はね、自信ありますよ。嵐ですから。あ、嵐でしたから。これ3問当たったら結局5問正解だから出戻り嵐になれるよね。なんで全問じゃないじゃないですか。でもこれ 1,2,3 ってすごくない。すごいですけど、やっぱり嵐分かってるからだよねってことにならない。なんないっすね。なるじゃん。なんない、絶対なんない。3位も自信あります。でもこれ順当で困って、うん、いや1位には大丈夫ですか。1位、2位は絶対大丈夫。あ、本当ですか。うん、これは明確に、名曲なのかな、ニノさん覚えてるから。ニノさん、ここで外したら山田はただのもっと平成ジャンプの人になるから。いや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 、気をつけないと。もうこれでいってみるか。はい、じゃあ違う、まず回答オープン。ええ、上から1位ですか。自信あるか。1、2、3、うん。え、嘘でしょお前。そうなの。え、そうなんすか。そうだよ。あ、じゃあやべ、勉強不足だ。でも全然勉強不足っすわ。初めて100万枚を超えたっていうことをニュースで見てるんですよ。ニュースって確定だ。そういうのって事務所から聞かされるんだよ。あんま聞かされない。それで、いや、すごい良かったねってみんなで喜んだ記憶があるのと、嵐がその100万超えなかったみたいなのをずっとみんなで言ってた記憶があるから、これ絶対硬い。うわ、そうなんだ、これは勉強で、もう3位がむずくて。でも多分ね、3位これだと思うの。相葉くんのドラマのラストホープの主題歌と、うん、二宮のプラチナデータの主題歌の、これ2つの。なるほど、へえ、両面面だ。そうで、俺これだった気がするの。3位、正解はこちら。イエーイ、正解。
前や全問正解でも嵐でした。いや嵐でした。違う違う違う。うわやった。ちょっとこれは申し訳ない、勉強不足でした。勉強不足。いやでも、ね、言われたら確かにそんなニュース見たかもしんないわ。そうなのよ。うわー、ということでジャニーズソング王。あ、はい、ちょっと待ってください皆さん。すげえすげえ。山田涼介がジャニーズソング王になりました。めくりなかった、すいません。え、最後の3問でもダメだった俺。いや僕だってそれまで嵐全問正解してますし。そうこれ菊池どんぐらいいけたんすかね。結構いけるんじゃないですか。いやいけるでしょ。そ、先輩の曲ってさ踊ったりとか番組で歌ったりとかも、うん、してるからさ、なんとなく馴染みがあるじゃん。いやちょっとじゃあ次回も考えてやってみましょう、はい、いろんな人たちの曲もあるのでまだまだ確かにですね。勉強になる、うん。